FM ポッカスプログラムそれではライムクライミングのコーナーいきます五七五または五七五七で意を踏んでもらっています今週のお題はレトロを使ったライムです意、はい、はエオオですね、うん、まずは前さすらいさん今週のライムはこちら 指ペロッとなめて新聞読むしぐさレトロだけども結構嫌ぜよなんで最後あっけ結構結構で踏んでるってことレトロ結構あ嫌ぜよのとこなんだなんね,ねとえ踏んでる風で全然踏んでないもんねうんレレトロのとこかしかもレトロの意味違うしねちょっと、うん、絶妙にやってんのかなこの人いや分か,らんあのなんか 文句言える隙を作ってくれてんのかな。え、俺ら手のひらの上。かんをし。なんか毎回こんなんじゃないですか。この人。<laughs> 天然だろう。なんかこのカタカナの人ね。毎回こういうクオリティで。で知らない人みたいに言ってるけど。え、ついてミートカーソルは広めさん、今週のライムはこちら。メトロイド、レトロゲームで売られてる。あ、あだよね。はい,はいはい。え、ミートカーソルは広めさん、もう一本、今週のライムはこちら。 ボンンバーマンえそのソフトトもレトロゲームゲーム好きやな,きやなレトロゲームどっちかいけると思ったね、うん、でもミートカーソルはヒロさんこの前俺岸田佳乃の,の,あのラジオ聞いてたら読まれてた何,何を聞いとんのいやすごいなと思ってなんかミートカーソルはヒロさんは最初から成り物入りで入ってきてそうですね、うん、ボンバーマンはな,なんかもうレトロでレトロゲームしか出てきてないもうちょい広めんと無理ですね しかもえちょっと待って、うん、えそののとこだけで踏んでんのかあ,あえそのうん、うん、本当やなこれ日本組で初めて成立するいんだしなつ、うんうんえー、いて62歳カズキさんカズキ今週の悩みはこちらエロもエコレトロな寝床薄着着てああ<ー>、うん、あの人エロいからな <laughs> エロもエコレトロな寝床、うん、薄着着てうんあの 普通に布団敷いてってっことまあそういうことかな、うん、レトロな寝床うん、うん、で薄着薄着着てがなちょっとななんかねとん,んでもないしなんかな、うん、ここがななんかありそうだよなもうちょっと <laughs> ってかえ薄着だけでエロ表現してる <laughs> もしかして <laughs> エコエコとな <laughs> それはレトロな寝床の方なんじゃない、うん、エコは え続いて62歳和明さんもう一本今週のライムはこちら北斎も江戸のレそうなん。<laughs> うんエロ、ね、その瞬間みたいな感じそういうことですよねうんなるほど <laughs> <laughs> むずいむずいんかなやっぱ3文字のやつね,ね数も少なそうだしねいやでもまあ、うん、まだまだあの真打ち残ってますからあそうね、うん、え続いて龍太郎今週のライムはこちら 汚れトロ汚れじゃないからこれレトロあ<ー>あいいじゃんこれはあるね、まあ、これはレトロというかヴィンテージではあるけどまあ、まあうん、そうそう、ね、まあまあ言いたいことはわかるよね、うん、これは味だからっていうね、うんうん、なるほどね、うん、汚れトロはいいですねガ、うんブミというかえー、続いてもろさん今週の悩みはこちらレトロとかエモとか言ってレコード版 けどもスピーーカか内容はいいなただ踏みがなけどもスピーカーブルートゥースかこれめっちゃ思うもんなレトロとかエモとか言ってレコード版けどもスピーカーブルートゥースかめっちゃあるんですよね今レコードプレーヤーでブルートゥース対応してますみたいな台無しやんっていうね本当だわあこの後半で一個でも踏んどきゃすげえ良かったんですけどねけどもだけかけどもスピーカー いいですけどね内容は、うんえー、続いてゲンさん今週のラインはこちらレトロ感営む瀬戸のエロ親父面光弾きへへへと微笑む<笑>ちょっと待ってよ、うん、レトロ感営む瀬戸の瀬戸ね瀬戸のエロ親父、うん、面光弾きへへへと微笑む、うん、何だっすか秘宝家みたいなこと。<laughs> 完全になんか水木しげるの世界観らです、ね、<laughs> そうだねそうだねねじ式をかの、うん、感じますね全然関係ないですけど<次>へへへとほほえむってめっちゃいいね何か <laughs> 確かにへへへととほほが入ってるしほほえむはほほほの方だもんなで、まあ,あ,あそうっすよねうん、うん、なるほどねえー、最後酒井さん今週の悩みはこちらレトロでしょ 寝にる本隠しますすストトレでねやっぱむずいんじゃないむずいんだな。やっぱ5文字の方がいいんかな今日どれもよくない気するね。今回該当なしでもいいんじゃない別に。あそんなことある。うん。厳しくいきましょうかじゃあ。いただきですからね。印のいただきですから。うん。あの登頂者なしということでね。ますね雲の上でしたね。次のお題5月4日オンエア。ファミリーの日 名刺の日、子供の日、コロコロの日、なんやねん、コロコロね。え、どっち?。あの、掃除用の。コロコロでしょ。ああコロコロコミックじゃない。うん。うん。繁忙期。繁忙期でいきますか。うん。うん ということで、今週のライムはジップ f m のウェブサイトエントリーから、土曜日の番組フライングベッドにある、ライムクライミングインのいただきの応募フォームに送ってください。来週は、繁忙期を入れて、575または57577でインを踏んでください。Podcast Program!Rime c l i ンのいただき。